筋トレ方法をご紹介していきまーす。こんにちは、シャイ。どうも、山本でーす。イェーイ。いやー、もうダイエット動画お待たせしてしまって申し訳ない。じゃあまずね、紹介していくのは、腕痩せの筋トレ。まず私がやってるのは、これを用意します。ストレッチゴムっていうのかな？ビヨーンって伸びるやつ。ドンキとかにも売ってると思う。この前100均にも売ってるの見たのよ。だからまあそれやったら何でもいいと思う。こういうね、伸び縮みする感じのやつでね、これまあこうやってね、肩甲骨をゴリゴリストレッチさせることもできるからね、まあ、ダイエット目的じゃなくてもこう健康目的でもとってもおすすめ。朝起きてこれでね、ストレッチするとこうグググググって伸びてめっちゃ気持ちいいのよ。だからめっちゃおすすめ。そしてなんと腕痩せにもなる。どうやって腕痩せしてるのかっていうとね、これをこう持ってきて、こうね、上げ下げする。こう持ってきて、これをねグググググって上まで上げ下げする。伝わってるかな。これをねやってると、二の腕のね、まあ、この辺とかがすっごいね、こうプル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 って痛くなってくるのよ。これをだいたい左右20回ずつぐらいやってます。はい、これでストレッチゴムの出番は終わり。そして次の二の腕痩せの筋トレはね、逆腕立て伏せ。逆向きの四つん這いみたいな感じになって、ただただねこうやるだけ。これをねだいたい20回ぐらいかな。いけるときは30回とかやってます。できれば上半身の方に体重をかける。腕が痛い。こんな感じです。二の腕痩せの筋トレはこんな感じ。この2種類をやっております。腕が痛い。お次は足痩せの筋トレ。足痩せはまずね、これ足のパカパカ、だいたいねこれを20回ぐらいやって、でこの上げてた足を前に持ってくる。そしてこの下の足もね、これもグッて上げる。これも20回ぐらいやってます。これがまあ足痩せの太もも痩せのところかな。あとはふくらはぎ痩せ。ふくらはぎ痩せでやってるのは、かかとを上げ下げするやつ。これはね20回とかじゃあんまりしんどくならないから、40回50回ぐらいやってます。とまあ足痩せはこんな感じ。この2種類をやっております。そしてお次最後がお腹痩せの筋トレ。はい、寝転びます。で寝転んだ状態からお尻を上げ下げ、これを大体まあ30回ぐらいで、これを最後まで下ろしきるんじゃなくて、若干こう床との隙間を開けて、ふってまた上げる。ふっ、下ろしてもうね地面につかないぐらいの時にふって上げる。これをね30回ぐらいやりましょう。いやこれね、お腹痩せに効くって書いてあったんやけど、なんかこの辺も痛くなってくるわけよ。だからヒップアップみたいな感じにもつながるんじゃないかなって勝手に思ってる。そしてもう一つのお腹痩せは V 字の上げ下げみたいなやつ。これこれちょっと待って、あまりにも顔がひどすぎてさ、笑わずにはいられなくなっちゃった。これマジできついのよ。これを大体私は10回ぐらいでしんどくなるんやけど、今日いけるぞって時は15回とかね20回とかやったりしてます。足ピーンって伸ばして、こうね床につかへんぐらいまで頑張ってまた上げる。下ろしてって床につかへんぐらいでまた上げろってやってます。熱い。はい、というわけでこんな感じの私のダイエット筋トレ方法でした。やっぱり他のダイエットされてる YouTuber さんとか、これを20回かける3セットとかやったりしてると思うんやけど、3セットとかにしちゃうと私はすっごいやらないとやらないとって思っちゃうのよ。そこまで自分をストイックに追い込めないタイプで、やからちょっとのメニューをやっぱり継続していくことが大事やと思うから、
今やってるこの6種類かな、6種類のメニューを継続していきます。前まで継続してたんやけど、ちょっと風邪を言い訳にその間はお休みしてたから、また今日からね継続してやっていこうと思います。目標の体型に向かってこれからも一緒に頑張っていこう。ヤマモモのトゥデイズハッピーは昨日ぐっすり眠れたこと。やっぱりぐっすり眠れたらさ、こう一日のテンションも上がるやんか。睡眠って大事よね。みんなのトゥデイズハッピーはなんだろうな、なんだろうな。よかったらコメントで教えてね。今日も見ていただきありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録待ってるよ。よろしくね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。すっごい髪の毛荒ぶっとるでい、荒ぶっとるでい。 Everything makes total sense when you're next to me